どうもどうも、石井でございます。ほんとね、今日はね、ヘッドライトの曇りは撮ってみた第2弾。ちょっとね、今日ね、新しくね、コンパウンドが届いたのでね、ちょっとね、それをね、実践しがってら、ちょっと試しながら、どんなもんかと。10代ね、これ使ってた。切ったね、これ。これ仕上げ用だよね。仕上げ用。でね、今度出てきたのはね、こっち。こっちも仕上げ用なんだけど、これね、ボディに仕上げるやつなんだけど、3M さんから出てるね、目消しとか、こう段階踏むの、これ、ステップ1、これ、ステップ1って書いてあるでしょ。で、ステップ2、これ2ね。で、これは、だから、目消しと肌調整。で、こっちがツヤ出し。で、あれどこやってっけ、これだ、あった、これがね、ファイナルコートっつって最後になるやつ。今度ボディに焼いてるよね。どんなものか一度ちょっと試しみよう。でもこれはヘッドライトでやるから、ちょっとまあこれ試合用で一発、ちょっとこっち粗いんで、こっち仕上げ用の方でちょっとやってみたいと思います。では VTR スタート。はい、まずね、これね、ACR30 エステマちゃん、エステマちゃん、ごめんね、車検でこれオイル交換してちょっとレベル測ったことだったからごめん。これね、こういう風になっちゃうんだよね。わかるこれ。これはね、ちょっと、じゃあね、今から綺麗にしたいと思います。さあ、まずね、じゃあ、早速やってみたいと思います。ちょっと比較するためにね、とりあえず、左側はやらない感じで、右側をね、ちょっと施工していきたいと思いますね。これ、何も道具準備してない。使うものは、まずお決めのポリッシャーね、ポリッシャーと、でさっきのね、仕上げ用のコンパウンド、3M のコンパウンド、QT2L、番号はね、5997ってやつだね。早速やっていきたいと思います。コンセントねえな。ちょっと時間かかるね。下準備しとけよって言ってな。わけやね。まあさ、どんなもん切るんだろうな。今回ね、ペーパーとかでやりません。なぜなら、クリアがね、剥がれかかってるんだよね。ちょっと危ないかな。早速ね、じゃあこれ火を、これやっかいな、これ。はい、早速見上げていきます。どうだろう、変わったかな。じゃあちょっと見比べてみましょう。はい、さてこちらがですね、さっき今施工した
いや普通に磨いただけだけどね、磨いただけ、磨いただけ、うん、本当に磨いただけ、うん、磨いただけで、うん、じゃあこっち行きますか。ほらこんな感じ。これまだ施工前、うん、さあ全体的にはわかりにくいけどちょっと透明感は出てるのかな。あ、こんな感じになります。ちょっとやりやすかったな、でも今まで10代のコンパウンドより、うん、コンパウンド紹介みたいになってるけど、うん、まあでもこんなね、まあちざっと簡単にクリアをね、クリアじゃないわ、ヘッドライトのくすみをね、取っちゃってます。ふう、やべ、今にも雨降りそうなんだけどさ、さあいかがだったでしょうか。全然関係ねえ。うん、いかがだったでしょうか。まあ変わるもんね。多分ね、あれノーカットだからね、何秒ぐらいだ、わかんねえな、何秒ぐらいだ、俺まだ今ちょっとテレビ、こうテレビじゃないわ、カメラ撮ってるからちょっと測って見てないんだけどさ、うん、まあ3、40秒ぐらいで、まあちゃちゃっと綺麗に、うん、なっちゃいました。まあということでね、まあもしよかったら、俺んとこ来いよ、ね、なわけないけど、まあもしやってみたい方はぜひ、まあ前回も話したかな、市販のポリッシャーとかでも取れるかな、手でゴシゴシやってもいいしね、今回はペーパー使わないんで、まあちょっとクリアが、クリアが剥がれてるのどうなんだろう、あれアイラインがついてたのかな、消えたっぽいんだけど、まあとりあえずそんな感じでした。はい、ではまた次回皆様お会いしましょう。それでは皆さん、さよなら。ちょいちょいお客さんの目線が気になる。バイバイ。